昨年12月29日火曜日、美郷町家所にある辰光神社の前にジャンボ絵図が設置されました。ジャンボ絵図は美郷町家所で活動するボランティア団体ふるさと愛好会が地域おこしのために30年前から制作しているもので、毎年この時期に辰光神社の前に設置されています。この日はジャンボ絵図が初披露されるとあって、朝から地域の住民や観光客などおよそ200人が訪れました。猿をかたどった絵図が姿を現すと、集まった人たちは大きな絵図を見上げたり、一緒に記念撮影をしたりし、思い思いに楽しんでいました。その後、子どもたちがわっしょいわっしょいという元気な掛け声を上げながら絵図を引き、地域の人たちにお披露目されました。今年の絵図は立ち姿で福を招く猿で、その高さは 2.7 メートル、重さは150キロになり、ふるさと愛好会が自分たちでデザインを考え、鉄骨に発泡スチロールで型を取り、色を塗って1ヶ月以上かけて制作しました。地域を一回りした絵図が辰光神社の前に設置されると、訪れた人たちは順に絵図をくぐり抜けていました。今年の絵図は、思ったより大きかったしリアルでした。いい年でありますように願いまして、作りました絵図ですので、皆さん多くの方に来ていただいてですね、新しい新年が迎えられることをお祈りしております。たくさんの方来てください。ジャンボ絵図は2月末まで見ることができます。